これはあるか。ここははっきりクリアしたい。強いですね。ボールを取られません。危険な位置です。緊張感が増してきます。ボールの動きが激しい。鋭い読みでカット。いい形でゴール前まで持ってきました。この突破は失敗に終わります。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。うまくタックルでボールを奪いましたが、相手ボールのスローインです。さあスタジアムのテンションが上がります。タッチを割ってスローイン。横へ展開をします。よく前に出ました。キーパーがボールを拾い上げています。サイドを変えました。ボールを運びゴールに襲いかかります。味方のサポートも来る。ルーズボールです。ボールはどっちだ。攻守の切り替えが大事です。このボールは相手にクリアされました。無理につなごうとすると危ない場面です。ここは安全にクリアしました。このシュートで勝ち越せるか。キーパーがこれを止めた。あの距離からのシュートをよく止めましたよね。これは見事なインターセプト。このロブパスはよくスペースが見えていました。このカットは大きい。しっかりと奪いました。ここはサイドに持ち出すでしょうか。ピンチを出します。ここはカットされました。攻撃失敗です。再び戻す。これはスローインになります。下がってボールをもらいます。このままでは打開できないと見たか。走り込んだ味方に合わせました。いいボールでしたがここはクリア。タッチラインを割りました。スローインです。戻します。細かいパスを繰り返しています。さあどうしますか。試合が止まった。ファール。カードはありますか。ボールを失いました。
強い。体をうまく使います。ボールを取った。主審はペナルティースポットを指差します。 PK です。ここは問題なくペナルティーキックを決めました。PK をしっかりと沈めてきました。とても落ち着いていました。ついに試合が動きましたね。両方ともなかなか決められない展開でしたからね。これで激しい展開になりそうです。いい形でゴール前まで持ってきました。うまいパス、ゴール。やったらやり返されたということでしょうか。やられた方は先ほどの得点後に集中できていませんでしたね。同点で試合が再開されます。前半後半はどのような試合になるでしょうか。キックオフです。そのまま返します。相手の動きを見ながらパスをつないでいきます。また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム、さあスタジアムのテンションが上がります。シュートを狙う。素晴らしいセーブでゴールを死守。コーナーキックになりました。コーナーからエリア内へ、バーに当たってきまった。ゴールです。クロスバーに当たって入りました。素晴らしいコースに飛びましたね。見事なゴールです。ボールを運びゴールに襲いかかります。スルーパスが味方に通る。振り抜いた。ここはキーパーが簡単に抑えました。ショートパスをつないでリードを守っています。危険な位置です。緊張感が増してきます。コーナーです。リードを広げるチャンスでしょう。ボールはエリアへ。止めた。弾いた。シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。いい形でゴール前まで持ってきました。これはディフェンダーを越えません。
このボールはタッチを割ります。スローインです。このパスは読んでいました。さあスタジアムのテンションが上がります。ボールがこぼれました。カットしました。ここはどうするでしょうか。走り込んだ味方にスルーパス。ボールを運びゴールに襲いかかります。鋭い読みでカット。プレスをかけられます。このままプレーさせます。チャンスになりそうですよ。危険な位置です。緊張感が増してきます。シュート。キーパー反応した。ボールを弾く。コーナーとなります。ゴール前に入れた。ここははっきりクリアしたい。相当な距離から狙いました。コーナーキックで続きます。中に入れた。バーに当たる。いいボールが出ました。中央へのボールはクリアされました。カウンターを狙います。上がっていけるか。苦しいスペースに見事なスルーパス。何スペースにスルーパス。ちょっと長いか。試合終盤まさかの同点ゴール。得点チャンスが少ない中よく決めましたね。このまま勢いに乗って逆転もありえます。うまくゴール前に走り込んでの得点です。簡単に見えますがここに飛び込むことが大事です。いいゴールですね。いい形でゴール前まで持ってきました。通っていたらというボールでした。時間も少ないですがこういった踏ん張りに前の選手たちが応えなくてはいけませんね。審判はフリーキックの判定です。リードする絶好のチャンスでしたがここはキーパーがセーブ。勝ち越しゴールが欲しい場面でしたから肩に力が入った気がします。さあスタジアムのテンションが上がります。サイドへ振る。これはいい位置だ。いいクロスが中に入った。これは来た。ここはキーパーが死守。ホイッスル。スペースに見事なスルーパス。何がスペースにスルーパス。